撮る予定じゃなかったんですけど毎度毎度このハサミ一本でやれないですかって言ってくると思うんで、まあやろうかなということでやります。まず、ハサミでこの電線切るときなんですけど、この角度でバスッといっちゃうと片側だけ切れちゃうんですよね。で、ここ切りますよっていうときに、こう刃を入れるんではなくて、まあ師匠が教えてくれたんですけど、パッとこう入れるんですよね。パッとこう入れるんですよ。見えますか？プッとこう入れる。で、こう入れるんですよね。で、ここにグッとかまし込んで、これで出すんですよね。で、取れましたと。で、こうですね。もうあと簡単なんですけど、ハサミはハサミで、有利な点結構あって、これ飛ばすのが結構楽なのと、裸に傷があんまりつかないんですよね。それは結構いいかなと。あと、この、銅線を巻くっていうのが、この銅線を傷つけずに巻きましょうなんですけど、これこう持つんですよね。まあ、指で巻けてもいいんですけど、こう指で巻けた、この細い線で指も巻けましょうか。まあまあいいんですけど、でここからまあくるくる巻いていきますっていう時に、この刃先を傷つけないようにしましょうねなんですけど、まあ、このぐらいで持つんですよ。でグググググググッと折り込んでいくと、でグググググッと折り込んでいくと、で刃先を傷つけないようにこう折っちゃうんです、ね、さあ次も折り込んでいきましょうと。こっち向きになるんですね。こうですね。こう挟む、あこうか、こっち向きでこうやってやってましたね。で、歯の向きはどうだ？こうか。こっち向きか。こっち向きでこういくんですかね。でちょっとこう開きすぎた場合はこうとやるんですかね。あんま良くないですねこれ。あんま良くない。丸くできてない。でまあここまでできましたと。そしたらもうあとは折りですよっていう時に、まあ、ここに入れてクイッと曲げてた記憶はあるんですけど、僕の能力でそれはできないんで、ちょっと実験でやってみましょうか。あ、曲がりましたね。僕の能力でもできるわけですよ。これこうか。ここに入れてクイッと、今度は曲がりますと。でここで端子の頭をこれで曲げてやりましょう。状態でもうちょっと内側に入れましょうと。このぐらいですね。このぐらいにちょっと来ない。ちょっと曲がりが悪いね。このぐらい上がりましょう。で、こう行くと。あ、するとここの間はちゃんと飛ばしておきましょうと。ね。これで開く。うっとゴムが開きますと。ハサミだからやりやすい。でゴムを開いたら、黒側からこう入れましょうと。でここ
ちゃんと把握するようにこのプラスで固定しましょうと。で、この白を入れましょうと。で、確認するとこはいつも通り、ここ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 、ね。で、できてますよと。これ、ここちょっと出すぎちゃってるんでよくないですけど、まあ、バンキバサミ1本でできるんだよと。緊急事態。